一緒に働きたいんですが、面接で大事なことって何かっていうと、早かったら開始1分とか。どうもこんにちは、信頼やりメンバーのバラマツです。今日はですね、23卒の就活生に来ていただいて模擬面接を受けていただく企画となっております。今回の面接官はうずうず社長の岡本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。法政大学経営学部経営学科3年生の富田俊介と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに富田君はいつ頃から就活を始められたんですか？情報収集といった観点に関しては去年の12月から始めていて、ただ公務員試験の勉強を1月から2ヶ月間ほど始めたんですけど、ただその民間に絞ろうということで、本格的には今年の3月から情報収集を始めたっていう感じです。めちゃくちゃ早いですよね。情報収集ってよりかは、その長期インターンだったりとか、自分がやったことのないことに挑戦しようっていうのを結構あのメインにやっていて、まあ、それプラス自己分析を深めていたっていう感じです。じゃあ本格的に例えばサマーインターンとかの ES 出したりっていうのはいつ頃からですか？サマーインターンに関してはインターン専攻はあまり受けていなくて、受けたとしても2社ぐらいで、客求人のウェルハンティングっていうそのイベントがありまして、企業7社から8社ぐらいがイベントに来て、その企業さんに対してプレゼンをするっていう形になっていて、でそれであの気に入った人事さんが僕ら就活生に対して面談だったりとか、あとはそのインターンの案内が来るっていう逆の求人の形になるっていうようなイベントを結構参加してました。じゃあ自分から応募して面接を受けに行くみたいな経験はこれから始まるっていう？そうですね、本当にこれから始まるっていう感じです。お、はい、ちなみに今気になってる業界とか企業の規模感とかありますか？はい、ベンチャーを見てるし、オールを見てるっていうことで、規模感はまだちょっと絞りきれてないんですけど、今一番興味があるのは人材評価です。じゃあもうそのまま岡本さんの会社に入社をしてほしいかどうかっていう視点で、ぜひ面接をしていただけたらと思います。はい、お願いします。それでは面接を始めていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまず最初に自己紹介お願いしてもよいでしょうか？はい、法政大学の経営学部経営学科に所属しております3年生の富田俊介と申します。現在は自分就活アカデミアというですね、あのキャリア支援団体の学生運営メンバーとして今携わっております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。自分就活アカデミアの運営メンバーというところだった、はい、運営メンバーをされているということだったんですけど、はい、これはどういう、こうコミュニティになるんですか？そうですね、簡単に言うと、自分就活アカデミアで3ヶ月間のプログラムを設けさせていただいているんですけども、どういったプログラムかっていうふうに関しては、参加者に対して自己理解を深めてもらうっていう、そのための3ヶ月間のプログラムを参加者に受けてもらうっていう形のプログラムになっていて、うん、まあ、それを我々学生の運営メンバー、まあ、僕を含め7人ぐらいいるんですけれども、はいはい、その運営メンバー7人に対して参加者10人にそのサービスを提供するという形になります。それは無料なんですか？そうですね、今のところは無料になっていて、まあ、ゆくゆくは有料にもしていきたいなっていう形にはなっているんですけれども、うん、まだサービスがちょっと始まったばかりなので、今のところは無料っていう形で提供しています。わ、はい、かりました、ありがとうございます。では続いて、学生時代の経験について伺いたいんですけれども、はい、学生時代これ一番頑張ったなと思うその学知か教えてもらってもよいでしょうか？はい、そうですね、僕が本当に一番頑張ったことは編入試験の勉強っていうのが一番頑張った経験です。で、ちょっと背景を説明しますと、僕がその大学受験を失敗してしまいまして、7校受けていたんですけど、うん、その中の一番志望度の低い大学に今かろうじて合格してそこに入学したんですけれども、うんうんうん、そういった中でじゃあ本当にここの大学で4年間自分が果たして過ごして納得できるのかどうかっていうところで、うんうんうん、入学当初すごいずっと、まあ、後悔をしていて、うんうんうん、でその後時に、まあ、なんだろう、まあ、親が浪人を許してくれなかったので、まあ、その他の選択肢としてじゃあ編入試験でまた1年間頑張ってより良いまた、まあ、残り3年間になってしまうんですけれども、うん、3年間充実した大学生活を送りたいなっていうふうに思って編入試験を受けました。うん、はい、でその結果無事合格しました。合格して今の法政大学に所属しています。どれぐらいその、1年間勉強してたんですか？はい、そうですね、編入試験みたいなの塾に通っておりまして、通い始めっていうのがその4月の末、2019年の4月の末にそこに入塾したので、4月の末から試験の本番であるその年の12月の1日
なので、まあ、期間で言うと大体7ヶ月間編入試験の勉強をしておりました、うんうんうん、毎日何時間ぐらい勉強してたんですか？そうですね、平均で言うと毎日3時間ぐらい勉強していて、うん、あの模試とかもあったりはするんですけれども、うんまあ、それに応じて、まあ、1日6時間だったりとか7時間っていうのを、まあ、学校に通いながら勉強をしていました、うんうんうん、現役の時と、はい、その入学してから仮面浪人の状態でやられた時、はい、これどういう変化がありました？そうですね、まず入学してた時は何だろう、あのそもそもあの僕が入りたかった学部じゃなかったので、あのこの何だろう、自分がその大学に入って勉強したかった内容が学べなかったっていうところで、あの不安に感じていて、でそうなった時にあの勉強してる時、あの編入試験に挑戦してる間は、あの何だろう、自分が学びたい学部に関しての勉強だったので、すごいモチベーション高くできましたし、うんうん、でさらにその入学後に関しては、あの自分が学びたかった分野も勉強できるようになって、さらに自分が所属したかったゼミがあったんですけれども、うん、そこの専攻にも無事あの合格して、うん、今3年生でそこのゼミで今学んでいるという形になります。かしこまりました、はい、ありがとうございます。じゃあ就職活動の状況についても伺えればと思うんですけれども、はい、今は就職活動どんな感じで進めてるんですか？そうですね、今は、興味のある業界に関しましては、今人材業界を結構メインに見ていて、ただその人材業界は絞り切れてっていうわけではなくて、他に IT 業界だったりとか、まあ、あとはその、まあ、他の不動産だったりとか住宅も結構幅広い分野で見てはいるんですけれども、今一番興味のある業界っていうのが人材業界っていう形になります。かしこまりました、はい、ありがとうございます。まあ、人材業界が一番興味があるというところだったんですけれども、はい、どういった点で人材業界に興味を持ったのか教えてもらってもいいですか？そうです、一番その人材業界に興味を持ったそのポイントとしてっていうのが、やっぱりその人に関わった業界っていうのが、あの他の業界に比べて人材業界っていうのが一番携わってるかなっていうふうに思っていて、でも人に関わるって営業だったりとか他の職種もあのいろんな業界通して人に関われるっていうふうになるので、じゃあどういうふうに人に関わりたいかっていうと、例えばで言うとその人のキャリアプランに関わるように、あのその人の人生だったりそこに関わった仕事をしていきたいなっていうふうに思っていて、なのでそれでそういった仕事をできるところはないかっていう探したときに人材業界っていうのが僕の中で一番当てはまりました、うん、かしこまりました、はい、ありがとうございます。ちなみになんでキャリアプランに関わりたいなって思ったんですか？そうですね、やっぱりあの編入試験を合格したっていうところが僕の一番のターニングポイントとしてありまして、そこは何かっていうと、過去結構親に何だろうな、こう言われたことに対してそれをただやるっていう形で、その自分で考えて行動するってことがなかなかできなくて、でそうなった時にあの編入試験の勉強っていうのをあの親から与えられたんじゃなくて、自分からあの考えて行動することができるようになったってところで、あのそういったその機会があればあの人って変われるんだなってところっていうのをその編入試験を通して学んだことがあって、でそういうのを自分も変われる経験をしたからこそ、まあ、そういういろんな人にもそういうきっかけっていうのを与えて、その人の人生 の, あの新しい一歩、その人の納得した一歩っていうのを踏み出せるようなサポートをしていきたいなっていうふうに思ったのがその理由です、うんうんうん、かしこまりました、ありがとうございます。それでは就職活動今されている中で、はい、もう少し全体的なところで、こう会社をこう選んでいくにあたって、こう何を大事にして会社を選んでいるのか、そういった基準みたいなものがあれば教えてもらえますか？そうですね、やっぱり一番あの就活軸っていうふうになると思うんですけれども、僕が一番あの特にここを重要視しているっていうポイントとしては、やっぱりそこの企業さんの理念だったりビジョンっていうところが、その僕があの持って掲げている将来ビジョンっていうところがマッチングしているかどうかっていうところは、すごいあのよくポイントにしてみていますね、はい、かしこまりました、ありがとうございます。ちなみにその将来のビジョンっていうのはどういったビジョンをお持ちなんですか？そうですね、僕が掲げたいその将来ビジョンっていうのはあの2つありまして、あの1つあの自分がこういうなりたいぞっていうのと、あとはあのこういうことを通して社会に貢献していきたいっていう、あの計2つあるんですけども、まず1つ目に関しては、その僕があの今やっている自分就活アカデミアってところで自己理解プログラムっていうのを今やってるんですけれども、あの僕もそれぞれ自己分析を通してあの自分のことをよく理解して受け入れることができたことによって、自分が何をしたかっていうところを将来に向けてのビジョンを考えることができるようになったので、もっとその自分っていうのをしっかりと受け入れて、その自分がやりたいことっていうのを実現できるような、その自信のある人になりたいなっていうふうに、まずは将来としては思っています。
で、その2つ目のどういうことに貢献したい、いきたいかっていうところで言うと、その自己理解が深まる状態っていうのが、その人それぞれの個性っていうのを自分で理解することができるっていうことで、自分らしさっていうのを持てるかなっていうふうに思っていて、うんうんうん、っていったところで、その自分らしさっていうのを大事にしていって、その自分らしさっていうのがその最大級パフォーマンスとして活かせるような、そういう環境を作っていきたいっていうふうに思っております。うんうんうん、かしこまりました。はい、ありがとうございます。じゃあ今までご回答いただいた内容をもう少し、じゃあもうちょっと別のこと聞ければと思うんですけれども、はい、人材業界の中でも、人材業界だったらどの業界でもその人のその転機というか仕事っていう部分に関わっていくと思うんですけれども、人材業界の中でもこういくつか種類があると思うんですけど、例えばその人材紹介だったりとか、人材派遣だったりとか、はい、あとはもう評価制度を作ったりとか、そういう企業 の人事のお手伝いしたりだったりとか、いろいろあると思うんですけど、その中で特にこれが興味あるとかってあるんですか？僕が特に興味があるのは人材コンサルティングっていうところの分野で、人材育成だったりとか、そこの分野に関して一番僕は興味があります。うんうん、はい、かしこまりました。ありがとうございます。ではその人材コンサルティングのポジションにおいて大事なことって何だと思いますか？そうですね、人材コンサルティングにおいて大事なポイントというのは、やはりその相手の立場に立っていかに考えられるかどうかっていうところが、僕の考える一番大事なポイントなのかなっていうふうに思っていて、それは何かっていうと、ただその人にノウハウを与えるだけだと、その人が本当にどういうこれからの人生を歩んでいきたいかとか、何を大事にしているかっていうところが与えるだけでは、その人に本当にこうニーズが満たされているかどうかっていうところが判断できないというか、できないっていうふうに僕は思っているので、うん、なのでその相手の立場に立って、でなおかつその人に寄り添う形で時間をかけてその人の人材を育成するってことが大事なのかなっていうふうに思っています。うんうんうん、かしこまりました。その人材コンサルティングやりたいこととしては、人材育成の講師になりたいみたいな感じなんですか？といったイメージなんでしたっけ？そうですね、まあ、講師結構、まあ、僕は近いのかなと思っていて、そのキャリアコンサルタントってところが多分僕の中でも近いかなっていうふうに思っているんですけれども、その人材育成の中でもその人 そのキャリアに関わるような仕事をしたくて、そういった中でも今一つの選択肢として挙げられるのが、そのキャリアコンサルタントっていうところの人材育成っていう形にはなっているんですけれども、まあ、その人材育成っていろんな多分幅があると思うので、そこはまだちょっと正直なところまだ検討中っていうところがあります。かしこまりました。ありがとうございます。じゃあもうちょっと質問できればと思ったんですけど、今のお話聞いて思ったのが、キャリアコンサルタントとして人に関わるっていうのとをイメージされているというふうなことだったんですけれども、はい、大きくですね、人の関わり方っていうところでいくと、深く関わりたいのか、より多く関わりたいのか、うん、人数として、はい、どこだとどっちの方が思考性としては強いんですか？僕はその深く関わりたいっていうのが、いろんな人と関わるよりかは、その人に時間かけて深く関わりたいなっていうふうに思っています。うん、ちなみになんでそう思うんですか？僕の今までの経験っていうのが物語っているかなっていうふうに思っていて、もう過去小中高と結構リーダーの役割をすごい果たしてきたんですけれども、やっぱそういった中でこう多くの部員を抱えてマネジメントしていかないといけないっていうところがあったんですけれども、ただやっぱり指示するだけではその部員の人たちがこうすぐにこう行動できるっていうわけではなくて、そういった中でその人それぞれにこう何を問題に抱えているのかとか、何を大事にしているかというところで、一人一人にこうしっかり寄り添う形で部員に声をかけたというところによって、その人の大事にしているポイントだったりとか、あとどんな悩みを抱えているかというところを解決することができたという経験があったので、僕はその多く人に関わることももちろん大事なんですけれども、その一人一人に寄り添う形で深く関わっていった方が、その人の幸福度がもっと上がるんじゃないかなというところで、僕はその人に対して深く関わりたいというふうに、そっちの方に重点というか大事にしていきたいなというふうに思っています。かしこまりました。ありがとうございます。ただ今のお話聞いてちょっと思った部分としてはですね、もしかするとキャリアコンサルタントではない方が本当に
叶えたいことが叶うかもしれないなっていうふうに思ったんですけれども、うん、どうしてそう思ったかというとですね、キャリアコンサルタントって人を教育しますと。でどういうふうな形で教育するかっていうと、その企業から人材の育成を手伝ってくださいねっていうふうに言われて、お手伝いで入るっていう形になるんですね。でこれってどういうふうなビジネスの流れになっているかっていうと、その人に研修1日間とか1ヶ月間新人研修よろしくねとか、そういうところに対して、1人月1人1ヶ月稼働するのにいくらくださいねっていう、そういう時間あたりで金額をチャージしてもらったりする、直接教えるっていう立場の場合、そういうことが一般的だったりします、という時にですね、基本的にやっぱ長ければお金たくさんかかってしまうと、より優秀な人って時間あたりの単価も高くなるんで、企業発注者は何を考えるかっていうと、この期間でできる限りレベルアップしてほしいっていう風なところを思って発注するので、キャリアコンサルタントでなった時に、長く深くっていう風なところにも企業として長く深くだったりとか、あともうちょっと言うと、その働いている従業員がどういう風になりたいかっていうところよりも、会社として発注者がこう育ってほしいっていうオーダーに基づいて、それを限られた時間の中でそこに沿った人材に育つようにっていうところで役割を果たすんですね。これが外部で教育に携わるという場合のモデルになります、でじゃあそうじゃない方がいいと思ったのは、その多くっていうところではなくて深くっていうところと反してしまうかもなっていうふうに思ったのと、あとその一人一人のそのこの人に寄り添いたいっていう気持ちが強いと思ったので、その企業のオーダーに対して、そのお金をもらう発注者に対してっていうところよりは、この人に寄り添いたいっていう気持ちが強いのかなっていうふうに思ったので、だったらそれこそ企業の人事になるとかの方向性の方がありなんじゃないかなっていうふうに思って、これなぜかというと、採用した企業の人事ですね、教育に携わるポジションですっていうふうになれば、入った社員なので、事業部が最終的には上司がついて教えていくというふうになるんですけど、そこに行くまでとかはコミュニケーション取れますし、事業部配属になった後もやっぱり教育新人担当とか教育になったら定期的にマネージャー研修というところでまた会うことができたり、そのより長期目線で関わっていくことができますし、かつもちろんその教育のスタンスでも企業としてこういう人材になってほしいっていう目的に基づいて教えるので、そういった意味では同じなんですけれども、違いとしては自社の社員なんで、よりそのビジネスの時間以外にも接点が持てたりだとか、その人のキャリアっていうところでどうしていきたいのかっていうところで、じゃあこういうキャリアパスあるよ、うちこういう人生度あるからとか、そういうふうなより人と深く関わるみたいなところをやっていくんだったら、中に入った方ができるかもしれないなっていうふうに思ったので、よりマッチした仕事よりだと、もしかするとこっちなのかなってさっき話してて思ったんですよ。そうですね、おっしゃる通りですね。僕もなんか深く関わるっていうところで、キャリアコンサルタントの先ほど岡本さんの、ビジネスモデルっていうのをお話を聞いたときに、ちょっとまだ自分の中ではまだ理解しきれてないなっていう部分があって、先ほどそのキャリアコンサルタント担当ではなくて、そのどこかしらの、その企業 の, その人事さんっていうところの役割を持って、その一人の、社員さんの方にマネジメントしていった方が僕のやりたいことがいいんじゃないかなと思ったので、そこはまた改めて考え直してみたいというふうに思いました。はい、ありがとうございます。かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこちらで本日の面接を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。感想はいかがですか？そうですね、自分の中で結構自己分析は深掘っている方だなというふうに思っていたんですけど、やっぱり実際面接やった時に、まだちょっとここあやふやだなっていうふうに思った部分があったので、結構模擬面接すごい大事だなと思って、これからもちょっと回数を増やしていきたいなと思いました。じゃあ一番気になるであろう結果発表お願いします。はい、結果としては一緒に働きたいんですが×でお願いします。なるほど、はい、どうして×だったのかっていうところをぜひフィードバックいただきたいです。はい、フィードバックといたしましては、めちゃくちゃ優秀ですごくご自身のことも理解されてるなっていうふうに思った。でコミュニケーションも非常に円滑ですし、非常にそういった点では良かったんですけど、目指してる方向性が企業の人事の方が合ってるって思ったからです。やっぱり採用するのであれば、うずずに入ってミスマッチにならないキャリアの積み方ができる方を採用したいなって思って、採用活動してる時に、うずずって人材業界の中でも人材紹介会社なんですよ。なんでそういうのだと人材紹介をするキャリアコンサルタントとしては働くことができるんですけど、希望されてる方向性っていうのが教育という領域にすごく興味を持っている、
っていうところを感じたときに、うずうずに内定として入ってしまうよりも別の方向性の方がより良いキャリアになるんじゃないかなと思ったので、うん、バツにしました。なんか面接してるとバツイコール自分はダメなんだって思っちゃうけど、優秀か優秀じゃないかっていうのとは全く別っていうことなんですね。全然違いますね。優秀すぎて落とすとか全然ありますもん。今のうちのフェーズでは本当のポテンシャルが発揮しきれないんじゃないかなってなったら、それもミスマッチになってしまうじゃないですか。という視点では落ちたらダメっていうのではなくて、やっぱり相性なので全然それでショックを受ける必要ないというか。ちなみにどの業界を受けるにあたってもこういうポイントはもうちょっとよくできるなっていうところとか、すごくいいなっていうポイント、まあ、もしあったらフィードバックいただきたいです。そういった点ですと、自分のことを理解して自分のやりたいことはこれだっていう、そこの部分は非常にできているポイント。じゃあそれ以外のところでプラスになるといいところっていうのはどういうところかっていうと、企業側の目線っていうところがあるとより良いなっていうふうに思いました。その会社の行こうと思っているポジションで何をすれば自分はいいんだろうかっていうふうに考えた時に、例えば最初に言っていたキャリアの教育をする人だったら、どういうふうなビジネスなんだろうかっていうことを理解していると、深く時間をかけてやりたいっていうふうになると、ビジネスの効率が悪くなるっていうところが発生するんですね。企業側がどういう人をそのポジションでは求めてるんだろうなっていう、ここの会社側のビジネス的な視点になるとより良くなるなっていうふうに感じました。例えば今後ですね、じゃあ人事目指していこうと思っても同じだったりするんですよ。例えば採用であれば、いつまでにこういう採用基準をクリアする人を何人採用しようっていう採用目標が定量的にあるんですね。っていう時にどんな人事取りたいかって言ったら、その目標を達成してくれる人を採用したいと思ってるんですよ。めちゃくちゃ寄り添いたいですっていう、その気持ちはいい。でも仕事としてパフォーマンス上げるのっていう時に、ゴール達成できる人なのかっていうところすごい見られてるんで、そういう採用ポジションにおいて求められることを私は発揮できますよっていうことを、会社側の視点をもうちょっとプラスしてできるようになると非常にパワーアップするんじゃないかなと思います。理解しました、ありがとうございます。はい、ちなみに面接終わってすぐにこの子合格不合格って決めてるのか、時間をかけてその後審議されるのかっていうのはめっちゃ気になります。すぐ決まってますね、基本的には。すぐっていうのは具体的にどれぐらいすぐ、早かったら開始1分とかくらいで決まっていますね。はい、その後どうやって挽回しようと決まってるパターンもあるっていう、そういう意味だと違うかもなってなっても、その確認のための質問をしてるっていうような感じですね。なるほど。その1分で決まるっていうのはどういうポイントが見られてるんですか？そうですね、1分だともう第一印象とコミュニケーションの取り方、そういったところとかですね、はい、清潔感とか、その一瞬で見て分かるところとかで考えてますね。はい、あ、そうなので面接前にこうちょっと身だしなみ整えるとか、ちょっとより大きめに声を出すとか、こういったところをなんか他に意識できるところとかありますか？笑顔ですね。やっぱりどういう人と働きたいかっていうと、やっぱりにこやかな人と働いてるのか、やっぱり気持ちよく働けたりするんで、出してる雰囲気っていうところとかはすごい大事ですね。こう表情であったりとか、そこはすごい良かったりするので、やっぱり就活の面接って緊張してこう真面目にやんなきゃっていう風な印象を持ってる方が多いんですけど、真面目に真面目な話してもしちゃうんで、やっぱり笑顔を大事にしていただければなと思っております。どうですか、その一例のフィードバックを聞いての感想は。自分の中の予定としては、学力だったり自己 PR とか強みっていうのをオーソドックスな質問を聞かれるかなって思ってたんですけど、後半戦この人材業界に関してもうちょっと深掘りされた質問された時にちょっと調べ不足かなであったりとか、まだちょっと企業目線っていうところでまだちょっと足りないなっていう部分があったので、面接を通してモアの部分っていうのを自分の中でちょっと明確化することができたので、非常にいい経験させてもらったなというふうに思いました。概要欄にうずうず岡本さんの YouTube チャンネルと Twitter のアカウントも載っけてありますので、ぜひご覧ください。お願いします。ということで今日はデビュー戦お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、全体を終えて。模擬面接っていう形に関しては今回が初めてだったんですけれども、自分の中ではその全力を出し切れたっていう点では自分の中で100点満点かなって思ったんですけれども、はい、まあ、モアの点に関してはその自分側っていうよりかはまだ企業目線に立ってまだその分析っていうのが足りないのかなというふうに思ったんで、岡本さんのアドバイスをもとに、まあ、これから企業分析っていうところに力入れていきたいなというふうに思いました。就活の道のりは長いかもしれないので、頑張りすぎず頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。